こんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は9月28日の午前中でございます。今回のテーマなんですけれども、こちらはもうずいぶん前に愉快なお仲間からリクエストをいただいているものでございます。例のね、インフリキシマブ、これは誰のための薬なのかということをカードに聞いて見てみたいと思います。まあね、必ず枕言葉のつく私の苦手な検証占いでございます。それでは、カードに聞くということなので、カードからね、しっかりと聞き出そうと思います。はい、それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。早速始めさせていただきます。ハウス、メランコリー、チャイルド。これね、パッと見た時アジトだと思いましたよ。私は皇居だとは思いませんよ。これはね、アジトだと私は思いました。でパッと見た時に、ああこの家が抱えている憂鬱というものがあるなと思ったんですよ。落ち込み、意気消沈なんですよ。で子供が出てます。でこれね、パッと H って私は思いました。正直思いました。でもね、まだそんなこと言えないと思うんです。というのは、何かとどうもいぶかしい家族ですよね。なので私ね、もしかしたらですよ、例えばですよ、これは影かもしれない、ね。でも影だったら用済みですよね。そうですよね、でもわからないですよね。例えばそれがですよ、もうだからね、今劇場広がるんですよ、この家は。起こりえないことが起こるので、これ想像の世界ですよ。例えば最初から三つ子だったとするじゃないですか。そうするとその3人って均等に大事なわけなんですよね。でどれが本物どれが偽物もないぐらい大事なんですよね。ってなると、そのうちの1人が例えばこれを何かを患って、このお薬をってなれば、そういうこともあるってことなんですよね。なんか子供と出てるのがとても気になります。あともう一つ、例えばね、これもね、今劇場ですけれども、 M 子の子とかいろいろ言われてるじゃないです か、 だかそれがそうなってるんじゃないかとかね、そういうことも考えられるんですよ、この子供と言われますと。ただ子供なんだなっていうことはわかるんですよ。子供といっても H ももう成人ですけどね、 H でも成人ですから、それより小さい子なんて普通はいないんですけども、どう考えてもいないんですけども、このカードは、ちなみにいつも H で出てくるカードなんです。それか敏宮殿下です、でもこの家来てこうなるとね、次いきます。敏宮殿下は消えると思いますよ。戻しますね。アーが出てます。ミルイターで、ダハウス、やっぱりなんですよ。アーの家なんですよ、これこれですよ。アジトです、これ。アーの家です。でこれなんですよ、これね、パッと出ればアーの薬だよっていう風に言っているとも取れるんだけれども、私ね、今回これはね、いやアーの兵隊なんだと、そんな感じがする。アーの兵士、アーのための軍人みたいな、アーの兵隊みたいな気がする。このカードが伝えているのは、この家の中にいるアーの兵隊、そんな風に出してきている。兵隊、まさか軍隊ほどいるんじゃないでしょうね、H が。これ今ん劇場ですね。ねえ、これもなんか気になりませんか。子供なんですよね。なんか
子供、これはまあ怒りとか対立などを表すんです。紛争とかで、この怒りが誰に向けられたものなのか、カードはどんな怒りを表しているのかっていうのはちょっと置いておきまして、これやっぱりお金なんですよ。一生経済的に保障されたような、そんな人生の人で、これ愛と幸せと成功はあなたと共に、おそらくこの今このお金のことを語っているこの人と共にあるがための、なんだろうなと。その時に子供は叩かれてるんですよね、怒りを買ってるんですよね、もし子供がまあちょっと言葉を選びますが、例えばアーケにとって不満足なものであったがために怒りを買っているのだとしたら、とんでもない話なんですけれどもね、とんでもない虐待なんですけれども、でもまあそこでやめておきましょう。怒り、何か怒りがあります。でお金と愛と幸せと成功のために、まあ、この薬を使っているってカードは言ってるんですよ。このために使っている。重要な人物なんじゃないんですか、あ、これ1枚で引いてました。 Living room、 この人はいつもこの中にいる、人目につかない内密の領域の中にいます。自分だけの4つの壁なんですよ、このカードが表すのは。この中にいるんですよ。この場所っていうのは人目を避けられるところ、秘密にできるところなんですよ。で、当人からすれば不安とか恐れがない、まあ、安心していられる場所。それはどういう不安かというと、これ逆に考えますと、人目につくとまずいわけなんですよ。不安なんです。恐れがあるんですよ。それなのでこういうところにいる人、やっぱりちょっと最初のこれは、例えばこれイマン劇場ですよ。こうなってくると本物の H か、本物の H か分からない、影の中でも何かそういうのかもしれない。だからまあ H にしておきましょう。 H かもしかしたら M 子の子とかね、我々の知らない人物である場合もあるんですよね。これだって人目につけつかないとか言ってるんですもん。人目を避けられるとか、万劇場になっていきますね。ああ、これが出るとやっぱり H かなと思うんですよ。これ見てください。これこうなってると、ほらまさに冠をいただくところなんですよ。で今まで失敗していくつか落ちてるんですよね、かぶせようと思って。まさに H じゃないですか。でこれ逆、これがね、伝えているっていうのはとってもシビアですよ。このカードの意味、無駄な試みだって言ってるんです。これお薬のことでもう当てはめていいと思うんです。いやいや、この人物にこのお薬を使っても無駄な試みだと。突然の計画の終了か停止があると言っているんです。それからこのお薬のせいでの経済的打撃、経済的損失っていうのをカードは伝えています。これ意味で、経済的ってね、この家から出てないじゃないですか。国民じゃないんですかね。あとは何か不測の事態によって予定していたプロジェクトは消える、そんな嬉しい意味がございます。これアーケですので、アーケ、もうこれアーケですよ。そうだ、その思いをまず私伝えていませんでした。まだ皆様に当たり前のように進んでしまいましたが、もうこれね、アーケだと思います。だってね、別に他の方っていう場合もあるんですよ。例えば JK 様だとかね、それこそ例えば映画だとかね、そういう風に当てはめられるんですよ、ね、いろいろ他にもね、いろんな大家ございますので、ね、
ゆり子様だとかね、例えばいろいろと当てはめられるんですけど、これはねここまで出てきたらアーケしかない感じがするんですよ。見てください、これもね、例えば女性しかいない、あの三笠の宮家とか、あの高円宮家とかではないと思うんですよ。これはまあ女性に限った話ではないんですけども、どうしても男性ってきますよね、これ。ちょっと次見ます。まあ、決めつけちゃいけないのでね、ちょっとあの女性男性決めつけたことは忘れてください。これ私の感覚でしかないので、ジェラシー、ファルスネス、これも H なんですよ。 H だけどなんちゃって男系男子 H なんです。この枕言葉必ずつくんです。なんちゃって男系男子の H なんですよ。ただここに嫉妬が出てるんですよ。すぐ近くに激しい嫉妬をするものがある。そしてこれもすぐ近くの環境に味方として配置された敵、そして H 恋人。これイマン劇場すっごい広がるんですけど、H って例えばですよ、これイマン劇場ですよ、ね、イマン劇場と思って楽しんでくださいね。あの例えば H が3人いたとするじゃないですか。例えばですよ、そのうちの1人はそっくりだけども女性かもしれないんですよね。であと1人は男、もう1人も男みたいな、そんな感じかもしれないんですよ。でその中でいろいろなことがあるのかもしれないんだ、何かわからないけれども、これ恋人も表すんですよ。で例えば1人が取り立てられると嫉妬する他のものがいるような、そんなイメージが湧くんですよ。すぐ近くの環境にと、これ同じ環境です。味方として配置されているんだけれども、お互い敵みたいになっている部分もある。味方であり敵であるみたいな。まさか3人いて3人とも同じように患っていて薬が大量にいるってことないでしょうね。これ例えばですよ、3人っていうのも私が今勝手に出した数字ですしね、まあ今劇場ですよ。芸人がラルフマニーって出てくるんですよね、これね。だからもしかしたらそんなに大量のお薬は買っていないのにもかかわらず買っているようにしているってことも考えられるんですよ、これ一つね。まあ、例のいろいろなところの中抜きじゃないですけども、そういうこともイマン劇場では考えられます、この絵を見ていると。でも他にはこの薬を使っている人物っていうのはまるでカジノとか宝くじに当たったかのような、勝ったかのような、ね、勝ちがあったかのように何か物質的に増加してるんです。お金か有形資産か、何か物質的な増加っていうのがキーワードです、これ。でもう一つはこのカードが意味するところは、今あなたは、この人物ね、病んでいる人物、今あなたは自分だけの努力でお金を稼いだり得たりするようなそんなチャンスを得たよって言ってるんですよ。なんとなく当てはまるといえば当てはまりますよね、影でも何でも。そしてこの件においては例えば地位とか権力、そういうものを得るような機会、機会じゃない、この場合結果ですね、得る結果を期待できますよって言われてるんですよ。継承とか相続とか受け継ぎ、まあ、あと相続財産とかそういうのもあるんですけど、そういう意味もございますので、ますますこれはなんか H っぽいんですよね。鹿じゃないでしょう。ねえ。わからない。M 子の子を必死で直してるのかもしれない。いや、それはわからないです。イマン劇場ですよ、これ。これ真面目に占わせていただいてるんですよ。でもどうしてもね、なんかまあ出てくる思いを皆様にお話ししているとちょっと現実離れしすぎていて今劇場になってしまうんですよね。次見ますね。なんでこれなんでしょうか。なんでこれ、
このカードって、まあ、いつもアーケを占うと出てくるんですよ。これもうアーケ確定ですね、うん、これは性的なカードです。意味もうこの絵の通りなんですよ。性的とか何か性愛、愛ね、あとはね誘惑、それから何か激しい関係なんですよ。そういうカードなんです。このカードのタイトルが。でこれが表すの人、どんな人かと申しますと、何か性的に興味をそそる、うん、魅力があるんですよ。でそれだけじゃなくって、感情的にも何か深く没頭できるような、熱中できるような誰かなんですよ。ちょっと待ってください、これあーじゃないでしょうね。あーが疑いかかりますよ。これあくまで占いですけどね。でもあーの興味をそそってる人なんじゃないですか。これ状態は、これが表す状態っていうのは恋愛関係なんですよ。で強く相互に惹かれ合っているような引力なんです。でまあ誘惑でしょ。それから肉体的レベルでの相互の与え合い、まあ、本当にこう肉体的な、まあ、肉体関係なんですよこれ。いやこれちょっと待ってください。私の頭の中に今一つ浮かんだことがあるんですけど、これはちょっと自分では下品な考え方だと思うんです。なのですごく躊躇するし、どうしよう。皆様の中でも同じこと浮かんだ人っているでしょうか。まさかですけど、いやもう申しましょうか、この薬何のための薬なんですか。いろんなことを、まあ、私も何度か読ませていただきましたし、例えばね、あのエトセトラジャパンさんとかモグゾーさんとかね、そういうのも拝見して少しお勉強させていただいておりますが、でもね、なんかこれやばいことしてないでしょうね。体傷ついてんじゃない。いやちょっと、なんでこれが出るかってことなんですよ。誰のためって聞いてるので、まあ、こういう関係にある人だっていうふうに受け止めればそれでいいんでしょうかね。まだそうあってほしいですね。ちょっと次見ますね。サイソルジャー、これね、これあのこれはいつも陛下で出たりするんですけども、今回陛下じゃないです。これね、あの先ほどちゃんとその前に出てるんですよ。こういう不思議なことがあるんですよ。これがヒントなんです。先にこれが出てくれていたおかげで、これ陛下じゃないなと思うんですよ。これ一緒ですね、おそらく兵隊ですよ。例のアーの兵隊なんじゃないですか。兵隊のように使っている。これはもう嘆き、ため息です。誰のって、この人兵隊のため息なんですよ。で兵隊はこんな風にいます。犬のように、うん、おそらく忠実に、うん、はっきり申しますとアーに忠実にいると思います。そんな感じがする。で嘆きため息、この薬を使っている人がこちらですね。で薬を使っている人の嘆きとため息が出てます。次見ますね。ニューラブ、セルフカンフィデンス。いやこれね、いや、まあ、またねちょっと今劇場広がる。これねやっぱり先ほどのこの嫉妬だったじゃないですか。これとちょっと見てください。ニューラブなんですよ。新しい、何してるんでしょうねこの中、内部でなんかね、こう何か、これやっぱりアーが中心なんじゃないですか。アーモテモテなんですかね。アーが何か、何人かいる中、新しい方ニューラブに行くと、まあ、ここにこういうのがあるんですよね。ジェラシーとか、敵になったり味方の顔をした敵になったりするんですよね。
で、ニューラブをもらえて、まるで寵愛じゃないですか、もらえた人は自信、そしてこれ自信かぶりが出てるんですよ。だから皆さん周りでジェラシーが出るんじゃないですか。で、これは即位とかなんですよ、自信。それからもう一つは何か増加するっていう意味もあるんですよ。何かわからない、先ほどこれで物質的増加って出てるので、物質的にも増加するのかもしれないですね。なんだろう、継承とかね、そんな風になるんですよ。やっぱりこれ H 系ですよね。 H、 いやーわからない、 M 子の子。次いきます。まあ、M 子の子は完全に空想ですからね。あのこう何かをこう、まあそんなこと言えば影だってそうなりますよね。Conversation Young Woman。 そうなの？ちょっと待って、これは鹿です。で、ずっと鹿がコミュニケーション取ってる感じなんですよ。会話とか対話とか。これ何人もいますよ、これ見てください、これ何人かいますよ、ほらもう、いや、まあ、ちょっと冗談は去っておきまして、鹿がお話ししたりしている。でもなんかお墓出てるんですよね。まさかもう、それかすごい孤独の中にいる。これ孤独っていう意味なんです。そういう意味もあるんです。男やもめになったような寂しさ、いや孤独を意味するので、先ほどほらあのリビングルームって出たじゃないですか。あれみたいに本当にその中にポツンといれば、それは孤独ですよね。こういうね、こういうね。でもわからない、弔いという意味もございます。いろいろ取れます。いつものようにこれはあの女性天皇を埋めるためのそういう仲間とも考えられますし、いろいろ取れるんですけど、鹿がお話ししている相手ってことになる。これ鹿だって言ってるわけじゃないんですよ。鹿じゃないです、これお話ししているってきます。これまさかお話ししていたけれどもじゃないでしょうね。もうそこまで疑いますよ、本当に。本当気味が悪い、もう。いやちょっと待ってください。サラリーインクリース、ファルスプロミス、グッドサラウンディングス、グッドアドバイス。何か嘘つかれてるね。皆さんどう思いますか。これ見てください。毎回申しますが、これキーに見えません。今回こうよくこれ夫人でアーだったんですよ。これでもなんかこれキーに見えません。キーがなんかどっかの汚い子連れてきてません。これなんかそんな感じがする。でね、これこのままここを訳しますと、まあ、昇給ってことになるんですよ、お金ね。でも他にもなんかね、何か増加、これ増加の約束なんですよ。これ増加の約束で、次嘘の約束って出てるんです。これ直訳しますと、増加の約束、嘘の約束なんです。なので増加するっていうのは嘘なんでしょう。お金ですかね。でこのお金、嘘の約束、これも嘘なんじゃないですか。良い環境、良いアドバイスで、これも嘘なんじゃないですか。嘘ばっかり、嘘ついて連れてきてないでしょうね、これ。なんかもうそう思ってしまう。全然良い環境でも何でもない、お金も増えない、何も増えない。増えるのは H の数ばかりなりきりもうちょっと冗談ね、あの冗談です、うん、次いきます。プリズンです。いやこれね、例えばこうなればホープ持って最後デスってなるんですけど、デスの状態の中で、これ地獄ですよ。デスの中で希望を持って何か何か願ってるんですよ。これ閉じ込められてません。これ幽閉、まるで刑務所の中に鎖につながれてるかのごとく、囚われの身で、中にいる人はもうこれ、この薬を飲んでる人ですよ。もう地獄ですよ、こんなもの。だってこれなんですもん。死、終わりの思いですよ。でもここでこうやって
鎖につながりながらも希望を持ってる何か。ちょっと今回は私の今劇場広がりすぎてますね。ねえ、あ、もう最後ですね。これ最後の3枚いきます。 Friend Distress、 これキーなんじゃないですか。私なんかそんな気する。これほら、これもうね、憎い女なんですよ。もう憎むべき女がいるんです。夫人、でもなんかキーみたいな気する。今回これがキーに見えたっていうのはどうも鍵なんですよね。でね、これ友達っていうのも H の影、 H の友達なんじゃないんですか。もう友達なんじゃないですか。中に友達でありライバルであり、でこれはすごい苦痛が出てます。もう苦痛、これ体の苦痛じゃないですか。嘆き、苦悩、極度の不安、これ身体的な状態ではね、損傷とか劣化とかそういうのあるんですよ。機能不全とかね、混乱、そんなところでしょうか、うん、友達、苦痛を感じていて憎い女がいるんですよ。嫌な女がいるんです。これね、まとめますね。ちょっとすごい満劇場になりましたけど、私これで感じるのは H だと思います。 H か、もしくは、まあ、もし本物と影がいるとしたら、そう、影でもうみんな本物みたいな気もする。はい、それではもうね、満劇場これにておしまい、おしまいでございます。はい、本日もありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。